ここは桜木町みなとみらい。今日はランドマークタワーの52階から67階にあるロイヤルパークホテルに宿泊する。東京都もついに GoTo トラベルが解禁され、まあせっかくなら泊まってみようかと、さっき予約したばっかりという感じ。駐車場も1000円だったかな、結構安かった記憶がある。で、このロイヤルパークホテル、ランドマークタワーを登る横に設置されてある。こういうのもちゃんとやっとかなきゃね。一泊なのに、まあ、こういうキャスターケースを使うとなんかテンションが若干上がるよね。消毒も徹底している。チェックインを済ましたので、いよいよ部屋へ。宿泊場所は62階だった。真っ暗な。おお、すげえ。おお、おお、やば。ランドマークタワー62階に行きます。どうでしょうか。景色がすごいね。逆光かもしれないけど、あれだ、船とかが見えるけど。ほら、下に船とか、あとあっち奥見るとあれがあるね、あの野球場。めっちゃいいじゃん。多分あっちが大黒ふ頭とかかな、多分あそこが大黒ふ頭とかで、俺が多分釣りしてたらここだと思うんだけど、もう結構これだけで満足できちゃうな。ランドマークタワーこれ登るよりさ、こっち行った方がなんかお得感あるよね。すっげえ。いや、ただただこのホテルに来てからテンションが。で、OK。いや、これめっちゃいい。これだって、これで、いくらだっけな。さっき2時間前ぐらいに予約したんだけど、これで9000、税込みで1万ぐらいか。税込みジャスト1万ぐらいで、まあ、GoTo トラベルが適用されてて、あの 35% 適用されて、残りだ 15% が、まあ、食事券とかになるんだけど、これすごいよね。これだ、実質、まあ、50% だ、5000円ぐらいでここに泊まれる。しかも、これね、あの一室の料金なんですよ。一室の料金だ、一室の料金だから、一人泊まろうが二人泊まろうが値段は変わらないっていう。いや、これ最高やん。これが、まあ、金庫だ、ね、金庫と、まあ、あと消臭スプレーはすごいですね。はい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 、はい、あ、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、あの2時間前にあの予約したから、あの GoTo トラベラーのクーポン、 15% のクーポンがね、あのまだ載ってなかったらしくて、あ、用意されてなかったらしくて、なんで今から、来るらしいですね、 15% のやつ。あ、エスプレッソね、さっきあったもんね、エスプレッソのコーヒーのやつが、そこのところに。これ俺好きなんだよね、このエスプレッソのこのカチッてやるやつ、このシュッてカチッてやるやつ。あとは水とかね、水とかワインもいけんのかな。
ね、ワイングラスがあるからってことは、ここら辺がなんかそういう系なのか。ああ、こういうこと。おう、いいじゃん。なんかおでん缶みたいな感じで、おつまみマックスっていうのがある。あ、ビールもちゃんとありますね。いいっすね。ソフトドリンクもある。これいくらっすか。あ、まあ妥当かな、妥当な値段。あとね、気になるのがね、こことかね、 HDMI もつなぐし、だ Bluetooth がついてるんで、これ Bluetooth のポチッと押したら接続してくれる USB もあるし、でこれ多分オーディオジャックかな。だから多分スピーカーがどっかにあるんだと思うんだけど、がここから直接繋いでるのか分かんないけど、ルームサービスもある。まあ、ちょっと高いけど、でこういう弁当とかもあると。で一応空気清浄機とかもあるのかな。ワイシャツ740、まあ妥当、妥当だよね。うん、でツインのダブルかな、ダブル、セミダブルぐらい。風呂はこんな感じ。うん、うん、ああいいじゃん。あの広瀬すずサイズでちょうどいいっすね。ね、お尻もあります。あれないのかな、ガウン。これガウンか。あ、こういう系、まあそうだよね、まあ暑いからね、こういう感じだよね。はい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 、こういうタイプのね。あ、で赤レンガ倉庫がちょっと見えるじゃん、赤レンガ倉庫ね。こうあの道はいつも何の道なのかよく分かんないけど、でこういつも俺これ買えるんだよね。であのちょっとあの下の船とかに5つエスプレッソ入れようかな。本当はね、桜木町のところなんかいろいろ遊びに行こうかなと思ってたんだけど、このホテルだけで結構満足しているっていうか、うん、あ、落ちた。これどんくらい、エスプレッソだからちょっといいんだよな、きっと。まあでも一人で、一人で来るようなもんではないのかもしれない、もしかしたら。まあでも結構下のところにね、あの受け、あのロビーのところで行ってみたら、割と一人で入ってる人とかもいたし、あの若者とか、なんか大学生っぽい人たちとかいたし、まあ安いからね、多分それで来てるんだと思うんだけど。これだ、これでいいのかな。これは、ここに水入れればよかっただけ的なやつか、もしかして。これ、こういうのを、なんかここに、ここにセットするんだよな。セット、あ、今俺適当に入れちゃった。まあいいや。セットして、でなんかこれやるとなんかね、いやここでねコーヒー飲めるってだけでね、もう一人 2,3,000 円ぐらいなんか取ってもいいぐらいの感じはあるけれど、ね、いいのかな。で水を入れよう。コンセントはない。やっぱあれか、このテレビのここに、ここにあるじゃないの。窓のところにもね、コンセントあるといいんだけど、まあまあそれはまあしょうがない。ガシャコンとでエスプレッソボタンを押す。きた。ゴートゥートラベルでこういう感じになるのかな。聞いたところだと、まあこのホテルじゃなくてこの周りのところでこれ取り扱ってくれるところだったら、まあどこでも使える2000円分の券って感じなのかな。まあ、食事券で使ってもいいだろうし、あ、これ有効期限あるわ。ほら、だ貯めとくっていうのはできないんだね。あの2020年10月1日から10月2日
って書いてあるから、今日か明日までしか使えない。これ利用エリアって書いてあるけど、これ神奈川、東京、山梨、静岡、千葉って書いてある。これ頑張れば東京とか山梨も行けるってことなのかな。どういうことなんだろう。もう使えんのかな。まあ多分普通に考えたら、まあ飯食って終わりって2000円だから、まあ、ちょっとワインとかビールとかちょっと酒飲みつつ、おつまみで2000円 でこれちなみにお釣り出ないから、まあ、2000円に300円ぐらいになってるとちょうどいいかもしれない。まあ、よくわからないけど、とりあえず飯食いに行こう。まあ、外出てもいいし、はい。あとあれかな、ランドマークタワーの下とかにさ、いくつかお店があるじゃない。前行ったのはなんか牛タンのお店とかピザ屋とか、なんかあとまあラーメンぐらいもあるけど、テイクアウトしてもいいね。ピザとかね、ここで下のなんかピザパスタとかなんかあったから、そこにあるんじゃないかな。エスプレッソ見えないか。エスプレッソ、はい。ってことで、一旦下界にね降りて、晩飯をちょっと調達してこようかなと思ってます。これ使って晩飯に行きたいと思います。すげえ耳がキーンってするぐらい、そんなめっちゃ早い。ということで今回はランドマークタワーの62階のホテル、ロイヤルパークホテルかなに泊まってみたということで、皆さんもぜひ来てみてください。平日だったら多分ね、すごいこれくらいの料金で行けるので、安いので、ぜひどうぞ。ってな感じで、またね、バイバイ。